はい。えー、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き完全制覇の18日目。 入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。行政手続き法18条は文書の閲覧請求権という話が出てまいります。で、この文書の閲覧請求って極めて重要なんですよね。弔問手続きを行う上で、まあ、反論防御をするにしてもですね、行政がいかなる情報を持っているのか、この処分をするにあたり、どういった検討がなされたのか、こういったところをですね、詳しく知ることによって反論する余地が生まれてくるんですよ。 行政はなかなかそういう情報を出してこないという現実があります。やはりですね、あの処分通知なんかは、うん、確かに判例なんかで根拠規定だけを示すだけではダメですよ、ということなんですけれども、実際の処分通知っていうのは、もう本当根拠法令の条項と原因となる事実ももう一行程度しか書いてなくて、よくわからないんですよね。 で、我々は、まあもちろんですね、あの、うん、普段からですね、お付き合いのあるクライアントであればですね、えー、じゃあどういう営業状況であるとかっていうのはある程度は把握しているんですけれども、この弔問手続きの段階になって持ってこられた場合っていうのは、行政の言い分が、 本来的に正しいのか、あるいはそのクライアントがまあ主張している内容というのが正しいのか、まあこれは法的にきちんと整理してですね、両者の言い分を客観的資料に基づいて確かめる必要がやっぱり出てきますよね。で、私どもの事務所はですね、まあある意味ちょっと特殊といいますか、そういった案件結構扱いますので、えー、割とですね、この文書の閲覧請求であるとか、で、あるいは私がまあ結構今興味持ってやってるのはあの情報公開請求であるとか、個人 情報保護法のですね請求とかこういったあの情報の開示の請求のパターンというのがいろいろあるわけなんですけどその中の、まあ、一つとして捉えてみると結構面白いんですよ少しその話もさせていただこうかななんていう風に思いますがこの第18条の文書の閲覧請求というのはこの弔問手続きにおいて、まあ、資料漁船を持っている内部文書をですね、えー、まあ出せとこういう風に請求ができるという非常に重要な権利になりますけど一体誰が請求ができるのか誰が請求ができるのか がこの文章の閲覧請求ができるのかこれがまず重要ですよね 昨日、えー、私はこの弔問の部屋の中に一体いかなるもの、えー、いかなる人たちが存在するのかという話をさせていただいた中で、えー、参加人という方が出てきましたよね。まあ、利害関係者の中で、まあ、参加ができる方がいるんだ。どうやったら参加ができるかっていうと、主催者のお許しをもらった時だ。主催者が、まあ、あ,あなたは重要人物だから、だから利害関係人として参加してください。弔問手続きに参加してください。っていうふうに主催者から求められるか、あるいは 自分で名乗りを上げてですね、主催者の許可を得るかなんていう形で、弔、え、問、ー、手続きに参加をできる方がいます。あそうそう、昨日の,あの,あのこの YouTube アップしたときに、i t t e r でですね、えー、この利害関係者って言ったときに、えー、この当事者と同様に不利益処分によってダメージを受けるような人もいれば、 逆のベクトルで、えー、利害関係者って言ってますから、だから害される人もいれば、利益を得る人もいるんだって、こういう話をしてるんですね。だから逆ベクトルで、そうやってあの、今回の処分によって、まあ、プラスになるような人たちっていうのもいるんですよ。 でもそのプラスになる人たちっていうのがイメージがつきませんっていうコメントがちょっと入っていたんですけれども、うんそうですね、あの、例えばなんですけれども、産業廃棄物の処理施設、産業廃棄物の処理施設の営業許可の取り消し処分が出たとしますよね。なんか違反行為を、まあ、繰り返していたとか違反行為があったとして、で、例えばそれに迷惑していたのが付近住民の方だったとしましょうよ。で、付近住民の方たちは、ここが営業していることによってかなり迷惑をこむっていたって考 考えますとここのあの処理施設を運営している事業者とは逆ベクトルのこう利益が相反している状態になりますよねでどちらもどちらも重要人物であるということであれば今回処分をするにあたって重要人物であるというふうに聴聞の主催者行政の側が捉えたとしたら彼らを呼ぶんですね えー、だからもう当事者の方もいれば、うんまあ、その利益を害されているという状況の方、あ迷惑をこもってるという方、こういった方もお呼びするっていうことなんですよ、えー。ですからプラスになる人もいればマイナスになる人もいるんだと、こういうお話をさせていただいたんですが、 文書の閲覧請求は何のためにするのかっていうのをここで覚えていただきたいんですね。文書の閲覧請求は、これは書いておいていただけるといいかなと思いますが、文書の閲覧請求は反論防御のためにやります。もう、これだけです。もう反論防御のためにやるんだということになります。そうしますと、反論防御をしたいのは誰かということですね。 えーまあ、当然、当事者は、当事者は反論防御をするために弔問手続きに出頭してるわけですから、あ当事者は入ります。じゃあ、参加人、先ほど言ったように参加人は、 当事者同等に一緒にダメージを受ける人もいれば、あそうじゃなくて、今回の処分が出ることによって、まあ、まあ、利益が出ると言いますか、今回の処分を望んでいる方というのもいるわけですね。この処分を望んでいる方っていうのは、あ反論防御特に必要がないわけですね。反論防御特に必要がないということになりますから、文書の閲覧請求が認められるのは、当事者、 と、その利益を害されることとなる参加人なんです。えー、当事者同様に利益を害されることとなる参加人ということになってくるんですね。ここが18条の1項に書いてあるので、まあ条文をチェックしていくことにしましょう。第18条の1項です。当事者及び当該不利益処分がなされた場合に、えー、事故の利益を害されることとなる参加人。 で、このッコ書きのところも含めて用語をきちんと押さえることにしましょう。ッコ書き以下この条及び24条3項というところでも出てきます。において当事者と とというところですね、えー、24条3項と18条1項でこの当事者等という定義が出てきますから24条3項というのもこの機会に条文眺めておくことにしておいてください、えー、当事者等というのは当事者プラス、えー、自分の利益を害されることとなる参加人この人たちを指しますこの人たちが文書の閲覧請求をすることができるんだじゃあ一体いつからいつまで文書の閲覧請求ができるのかなっていうとこう書いてありますね 弔問の通知があった時から弔問が終結するときまで。これは、弔、え、問、ー、通知のところなんかでも少しお話をさせていただいたかなというふうに思いますが、弔問が始まってからじゃ遅いんです。やっぱりね、弔問の前に下準備としてこの資料閲覧したいから、弔問の通知があった時から弔問が終わるまで、えー、はこの文書の閲覧請求ができるんだということになります。この文書っていうのは一体何かということなんですけど、 今回の不利益処分のやっぱ原因となる事実を示している書類、まあ、検討している、えー、この原因となる事実を示しているようなですね、書類というのがあるわけです。それら全般を指すんですが、まあここにはこう書いてありますね。行政庁に対し当該事案についてした調査の結果にかかる調書、その他の当該不利益処分の原因となる事実を称する資料の閲覧を求めることができると。まあざっくりですね、この原因となる事実を称する書類の、あまあ、訴訟と そして、長所という言い方をしていますけれども、長所っていう別にタイトルになってない文書であってもですね、この原因となる事実を示しているということであればですね、そういった書類に関しては請求することができるというふうに考えていただければと思います。まあ、その他といいいう言い方をしていますけれども えーまあうん、そうですね。まあ、長所とともに、えー、例えば証拠となるですね、物件を押さえた写真であるとか、まあ、ビデオテープとか、うんろ、録音した音声であるとか、まあ、そういったものが残っているのであれば、そういったものを一緒に含めてですね、えー、閲覧請求、えー、これができるんだということになってまいります。で、この場合において、行政庁は第三者の利益を害する恐れがあるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。この書き方も重,、えー、重要ですね。 行政は結構ね、この資料の閲覧請求っていうのは嫌がります。嫌がります。えー、ですので、結構ね、あの、断ってくるパターンっていうのが多いわけで、ここの条項なんですけれども、拒否できるパターンというのはかなり限定的なんだぞっていう書きっぷりなんですよね。そういう時じゃないと閲覧を拒むことはできないっていうのは、やっぱりですね、その国民側の利益、 えー、この反論防御の機会を与えるというのが弔問手続きでありますから、この資料の閲覧請求、文書の閲覧請求を無闇にですね、拒否をするというのは、まあ、望ましくない、えー、ということが、ここで、えー、まあ,あ、見られるわけです。えー、ぜひですね、ここの文言というのは、まあ、我々にとっても非常に重要になってくるなというふうに思いますので、押さえておいていただきたいなと思います。えー、そして、第2項のところになりますけれども、えー、前項のの規定は当事者が 理のの進行にに応じて必要とととななった資料の閲覧ををさらに求めることを妨げないということで資料の閲覧請求例えばね、弔問開始前に一回するんですよ。一回して、で、文書を見ました。だけど、弔問開始したら、もっとですね、追加で見たいものが出てきたっていう場合にはですね、この追加の資料の閲覧の請求というのはやってもいいんですよ。別にこれ一回切れというわけではなくて、一回切りというわけではなくて、資料をですね、追加で閲覧させてくれという請求はできます。 で、第3項になりますけれども、第3項は、行政庁は全2項の閲覧について、えーまあ、1項2項のですね、文書の閲覧請求について、まあ、日時と場所を,を指定することができるというふうになっております。まあ、これは一応行政に便宜を図る形で、えー、一体いつ、いつですね、文書の閲覧請求ができるのか、まあ、日時と、まあ、ここのですね、役所に来てくれればですね、文書の閲覧請求ができますよというふうに指定するということになりますけれども、ただしですね、例えば私今東京にいますけれども、 福岡の案件でですね、で、福岡の役所に対して文書の閲覧請求をするときに、まあ、事前に弔問手続きは出頭するとしても、事前に準備をしたいから資料は閲覧請求するのに、福岡のですね、役所まで来てくれっていうのは、それはちょっとですね、なかなか大変ですよね。そういう場合は、やはりこれは、えー、まあ、反論防御の機会を与えるという趣旨である以上は、うん、柔軟にですね、対応することが望まれるだろうというふうに思います。えー、ただ、まあ、一応ね、学習対策上は、まあ、学習 以上はあ18条にどういった条文えまずは文言がどのように書いてあるかというのを精査する必要がありますからまずは文言これをですねしっかり押さえることが望ましいかなというふうに思っておりますもう少しだけ喋りたいことありますけれどもまた時間が延びてしまいますから一旦ここで切らしていただいてまあ、後編という形で取らせていただきたいと思いますはいではですね18条については以上ということにさせていただきたいと思います お疲れ様でした。